したんですか急に。あ、おった。あれ、おらへんと。何やってるんかと思った。本当に。あ、何撮ってるのかと思った。皆さんこんにちは、サンダビオリの山美です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日は8月の3日土曜日です。サンダ市ではサンダ祭りっていうのが開催されてまして、まあ、露店がいろいろ出たり、あとメインの花火大会があったりとかっていうことで、だいたいもう7万人やったかな、なんか発表ではそれぐらい、お客さんがサンダに集まるというお祭りが今日開催されるということで、メインはちょっと僕とトッキーとで、花火の写真とか動画とかを、まあ、撮ろうかなと思ってるんですけど、まあ、まだ時間がねちょっとあるので、まあ、その辺のお店とかいろいろ回っていろいろ見ていろいろ食べていろいろしようかなと思ってます。はい、ということで行きましょうか。早速、はい、行きます。どうですか他のとこ、まあ、見ました。今こう来たばっかり。あ、来たばっかり。あの今動画撮ってます。あ、横田さん、あ、どうも。こんな感じで懐かしの3人で懐かしの僕は容量が分かってないんですけど。ありがとうございます。カレーお願いします。はい、じゃあ500円になります。子供さんも多いからライン汁が見つけて、はい、ルセットさんの仕込んないですね。カレーです。何やったっけ、トマトペーストだったっけな。いただきます。頑張りなさい。いただきます。うまいっすよ。あのトマトが効いてるんで、ちょっとハヤシライスっぽいところもあるけど、ちょっと甘みがあって、そうそう、肉もホロホロで。ちょっと今動画撮ってるんで。何配信ですか？これ YouTube で。あざす。ヤマトカフェです。うわ、うまい。いや、 やっぱ夏はこれやね。夏はね。あ、すごいな。引き換えるわ。はい。いいかますか？なんか声かけられてる。すごいラブコールが。行きましょうか。行きましょうか。これ高がありそうなんで。え、動画撮ってるんですけど大丈夫？あ、大丈夫ですよ。全然。一視聴者です。ありがとうございます。ビーフィーター、うん、あ、そうそうそう、ほんまに見てくれてるんですか？私ビーフィーターで働いてるんですよ。あ、あ、こんながあんで、あ、秋山さん、あ、そうです。え、そうです。え、マジですか？はい。そういうのがそうです。ほんまや。すごい。やった、兄弟と見てもらった。めちゃめちゃテレビ用、そういう用じゃない。あ、確かに。おいしい、柔らかい、柔らかい、うん、スパイシーで、うん、いや、ほんとジューシーで、おいしいですよ、うん、めっちゃ大きいんやけど、何個分ぐらいあんねん。確かに、でかいですね。手のひら全部これ、ほんまや。ちょっと 見にくいかもしれんけど、全部、全部あれ。すごい、秋山くんの妹さん、うん、妹さんってでした。よかった。出た出た。お疲れ様です。お疲れ様です。これなんかあの、あれちゃう、あれちゃう、なんかこれ YouTube、 YouTube やったね。もう、山さんが食べて水です。いや、僕が食べたからやないよ。あの、熱いから溶けたんや。500円です。あれ、ブルーサンダースさん、こんにちは。どうですか？あ、これね、あの、ブレないようなやつです。すげえ、すげえ、はい、すげえ。これ前も持ってきてたんですけど、見てくれませんか？いや、前見てましたよ。なんかめっちゃ見てましたよ。インタビューに必死で。めちゃめちゃ注文してました。見てましたよ。めっちゃ走ってました。何撮ってもらってるんですか？ YouTube なんです。最近動画もまた始めて、なんかいろいろ入ってますけど。あ、すみません、ありがとうございます。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。出たらやばい。全然大丈夫。大丈夫ですか？はい。商工会、
商工会の。まあ、撮ってますよ。ゴブリンチャンネルさん。あ、お疲れ様です。YouTube 撮ってます。いやー、今日はね、三田祭りで、あの、あれ、元屋あの、カセラやってて、あの、はい、よかったら、ちょっと食べてもうて、はい、食べてください。あの、うんまいな言うてもらう感じでいいですかね。はい、どうぞ。え、うんまいな言うたらやったことないですけど、大丈夫大丈夫、大丈夫。大きい声でうんまいな言うだけやから。これあ、はい、うまいんですか、ほんまに。あ、ちょっと食べてもうて、ほんまに美味しかったら言うてもらったら。あ、うんまいな。なんで閉じんの。チャンネル登録と高評価お願いします。まだ序盤。あの、鉄板ゴブリンもチャンネル登録お願いします。あ、またあの100ぐらいになったらさ、コラボしようよ。ぜひぜひ。なお願いします。はい、ぜひ。また YouTube 盛り上げていこうね。ごめん、失礼します。行きます。あー、すいません、この感じ。ありがとうございます。写真撮って今ビビール。モデルはドクターカーバーです。あ、よう冷えてうまい。やば。あ、秋山くん。さっきね、はい、妹さん。あ、いました。知らなかったんでびっくりしました。まだかき氷の方お願いします。あ、ぜひぜひ。お疲れ様です。ゴブリンさんのゴブリンベビーカステラ、美味しい。カステラ、ゴブリンカステラ、うまいな。さすがにここでは声張れないですね。うん、もう本人は言えへんから。誰も助けてくれへん。すっぴんやからあかんと思う。これ動画なんですよ。YouTube で全世界に発信されるんです。どうもどうも。こちらがお祭り会場となっております。はいはい、みんな宣伝舞台宣伝してよ。あー、 YouTube に出てる、出てるよ、出てるよ、みんな出てるよ、出てるよ。まだアップされる。ここへ集まってきてどうする、ね、このエビカステラとビールはあの提供品でございます。提供品。提供を受けてあの動画を制作しております。ゆとかんとね、ゆとかんとしてまいやろ。確かに。あれ。YouTube、 これ YouTube でやっぱりチャンネル登録して。あ、ぜひお願いします。チャンネル酔ってますか。汗だく。ちょっと。お。今撮ってます。今撮ってる。あの、めっちゃゴルフのチャンネルで。ああ、はい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 。登録者何万でしたっけ。いやいやいや、35,000人しかいないから。サンドで一番登録者数すごい。いやいやいや、ゴルピアの石川さん。あ、皆さんこんにちは。これからそうです。見る人はおおってなってます。有名人に会いましたね。はい、まだ今年70人ぐらい。俺サンドピオリ。そうですよね。おお、もう全部編集とか彼に任せてます。めっちゃいいやん。すごいね、今日本的やん。ブライダルの動画撮影会が。あ、けどこれは使ってないよね。これは使ってないです。これ YouTube 用にこれだけで使ってくれてる。へえ。いや、後で請求しようと思って。あ、うわ。それはこっちに。こっちに。じゃあ俺はマイスポに行こうかな。びっくりしたね、けどね。え、さっきあの小学生っぽい子に YouTube やってる人ですかって言われました。何人かに声をかけられましたね。びっくりするわ。怖い、慣れてないんですよ。なんていうチャンネルですかって聞かれて、あの、サンダ日和ですって言ったら、あ、はいはい、桜日和ですねって言われました。サンダ日和探さますね、こんな裏側に。たまたまお願いしたらいけたってないか。ああ。やべえ。頭、気をつけてください。
神田祭り1日ってでも半日ぐらいですけど堪能してきました。暑かった。とりあえず花火大会もね、花火も綺麗でしたね、すごく ね最高でしたね、うん、やっぱりいいもんですね、うん、花火は。里の根ホールさんもね、あの素晴らしい場所提供していただいて、はい、本当ありがとうございます。いつもありがとうございます。ということでこんな感じで毎年三田祭りというのが行われております。はい、毎年ね神戸の祭りと被ってるんですよ、三田って、うん、なぜか、うん、で神戸のあの祭りに行く方も多いと思うんですけど、まあたまにはね三田の祭りでゆっくり楽しんでみるのもいいと思うので、来年は三田祭りに行きましょう。はい、ということで、今日も見てくださってありがとうございます。動画のグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。